健康な食事マークはコンビニ店やスーパーなどの調理済み食品を対象に、エネルギー量の上限や必要な栄養素を定め、基準を満たした商品に表示できるものです。例えば、弁当では米などの主食は300キロカロリー未満などとされ、厚生労働省はマークを来月から運用する予定でした。しかし、国が主導して導入するべき制度ではない、 米などの消費量に影響を与えるといった批判が相次いで寄せられ急遽来月の導入は見送られることになりました。